どうも、橋本であります。前回に続きまして、ゲーゼ交響曲第1番、今日で第一楽章最後の解説動画となりました。4回目の今日は303小節目から残り全部を解説していきます。303小節目からは基本的に85小節目からの再演になります。で、重複する部分を除いてもポイントに絞って解説していきたいと思います。まず最初のボーイングですが、フォーテで1小節単位で介入をします。で、306小節目、今弾きましたようにダウンアップと弾いていただいても構わないんですけれども、311小節目から2小節間が1つのスアでつながっていますので、この小節に統一してダウン1指で弾いていただいても構いません。その場合で弾きますと、このようにつないで弾いていただいても構いません。それ以降はアップからハイとの弓順となります。16小節目、318小節目はポジションをおさらいしておきますと、ハーフポジションからスタートして、で、Bまでをまとめて取った後、最後の16分音符の C、で、次の4分音符の D を第3ポジションで1-4と取っていただきたいと思います。ゆっくりおさらいしておきますと、このように弾いていただきたいと思います。で、ボーイングはダウン1指で弾いていただいても構いませんし、アップから入って、4分音符の D でダウンと切って弾いていただいても構いません。319小節目から4小節間のボーイングはダウンアップアップダウンアップアップの繰り返しで弾くようにしてください。で、323小節目からのポジションは2つ説明します。まず1つはハーフポジションでまとめて取って F、G、アスを異弦して取る方法で、普天配分16分音符の A は2で取る形になります。で、次は0線1本で取る場合なんですけれども、第1ポジションで F を2で、G、アスを2-4と取る。で、再び第1ポジションに戻って A を1と取る形になります。ゆっくり弾きますと、この繰り返しで弾いていただきたいと思います。で、次はアスとオクターブになりますので、こちらで取っている場合はそのままポジションを変える必要はありませんので、オクターブ下のアスを A 線で1で取っていただきたいと思います。327小節目のポジションはアスのオクターブをまとめて取っている場合は S もアー線で第2第3の中間ポジションで4で取ります。で、アスをゲー線で取っている場合はハーフポジションで1-1-1-4と取る形になります。このどちらかを選択していただきたいと思います。328小節目からのアスの単位の伸ばしは途中で介入をすることになります。最初ディミネンドピアノになっていますので、最初3小節間をダウン1読み、331小節目でアップで返していただきたいと。で、最後333小節目でクレッシェンドディミネンドがありますが、ここで無理に介入をする必要はありませんので、もうアップ1人で弾いていただいて構いません。338小節目から4小節間のポジションは第2第3の中間ポジションを使います。アスを A 線で1、S をアー線で4で取ります。こちらで取れば4小節間をまとめて取りますので、ここは確実にこちらのポジションを使うようにしてください。346小節目からのボーイング、フォーティッシモで始まりますので、最初のゲーは当然ダウン。で、それ以降はアフタクトの入りになりますので、四分音符はアップで入るようにしてください。で、音に注意していただきたいのは、350小節目なんですけれども、頭の二分音符は F になっています。で、アフタクトはゲーになりますので、それに伝えてオクターブ下のゲーで間違って弾かないように注意してください。359小節目、アフタクトからのシンコペーションのボーイングなんですけれども、ダウン、アップ、どちらで入るか迷いますが、ここは364小節目の頭のゲーをダウンで入りたいため、逆算してアップから入っても弓順で弾いていただきたいと思います。通していきますと、アーセンで押さえて取っていただいても構いません。もちろん最後の D は今アーセンで押さえて取ったんですけれども、逆に解放を使っていただいても構いません。370小節目からコンピューモード、テンポが少し速くなります。で、ここのシンコペーションなんですけれども、ここはダウンから入ってのシンプルに弓順で弾いていただきたいと思います。
で、そのまま弓順で弾くと、373小節目、最後の2分音符の正がダウンで終わりますので、次の小節で再びダウンで弾き直しを行って、そこからまた弓順で弾いていただきたいと思います。で、ポジションなんですけれども、途中に、ベー、アスのスラーが出てきますが、ここは無理に A 線1本で取る必要はありませんので、ベーをアー線、アスを A 線で威厳して取っていただいて構いません。ゆっくり弾きますと、ここまでこのようなボーイングポジションとなります。378小節目はアスのオクターブになっていますので、ここは第2第3の中間ポジションで跳躍して取っていただきたいと思います。で、次はアス、セイを第2ポジションで2-1、で、セイ、Sのスダーはアーセン1本で1-4、ここで取ることによってアフタクトの S、アスも第2第3の中間ポジションでまとめて取ることになります。もう一度弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。で、次は弦のオクターブになりますので、第2ポジションで正 A は第1ポジションで 2-1 と威厳して取るようにしてください。最後も弦のオクターブが出てきますので、第2ポジションに戻って取っていただきたいと思います。387小節目アフタフトから随所に出てくる普天8分16分音符は全てアップアップと弾いていただきたいと思います。で、特にはっきり出していただきたいのは、395小節目から2小節間のこの分散は、ここは音1音ごとにアクセントがついていますので、音の立ち上がりも含めてここは1音ごとにはっきりと出していただきたいと思います。で、397小節目からのシンコペーションのボーイングはダウンからの弓順となります。401小節目からの普天四部8分音符は全てアップアップ。で、最後3小節間なんですけれども、途中で返りをすることになりますので、1小節単位で返りをしていただき、最後の小節は4サンドになっていますので、単位でつながっているんですけれども、ここはまずダイレクトに4分音符で切って終わっていただきたいと思います。改めまして、389小節目アフタフトから通して演奏します。パート4を使用している場合、出版社によってはチェロのみの演奏箇所が非常に見にくく書かれているものもありますので、遠くから見て判別がしにくいと思った場合は、もう手書きで濃く書いていただいて構いませんので、実践練習で間違ってチェロのみの箇所を演奏することがないように注意していただきたいと思います。第一楽章の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問ならびにリクエストがありましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。